ライナー、またあなたのお力を借りなければならないようです。ご覧なさい、あれは雷というものです。ですがこのような天候はプログラムに入っておりません。ということはウイルスですか？動力プラグに発生したようです。私の力だけでは駆除することができません。力を貸してくれますか？もちろんです。にも大型のウイルスが降りてきてるなんて。Manam Lao Vivi, ang LLCX Dino, etel nepo, ang him en ESO Shia, ang Far Arshia, en Wo Raidan, ang him nos yasaso al Shia, ang nem him etel, ik as iksi.やれやれ、こいつで終わりか。近頃数が増えてきたな。上の方で何か起きてるのでしょうか？さあな、塔の上なんかどうなってるかわからんし、俺たちは教会を頼ってくる人々を頑張って助けるだけ。そういやオリカはどうしてる？相変わらずですね。まだ歌えないままです。そうか、どうしたものかな。いつまでも歌えないレイバテールのままというわけにもいくまい。そうですね、レイバテールの歌の意味があの子はまだ分かっていませんから。いくら歌ってもすぐに消えてしまう。歌えないって言われても、つまり才能がないってことよね。はあ、ん？また君か。いつもご飯があると思って。今日は魔物の退治に来ただけだから。と言っても役に立たない私がいてもしょうがないんだけど。あ、君足怪我してる。誰かと喧嘩でもした？これぐらいの傷すぐに治るよ。人助けって言われても頑張ったって無理無理、私にはできない。ああ誰か助けてくれないかな。あれは塔の上上層部から
の人って割にはなんだか普通の人みたい。仕方ないか。ウィキはムールファンニアウェンクルシュウェン。君、今の歌、君はレーバテイルなのか。ええ、まあそうか。ありがとう、助かったよ。いや、落ちた時はどうなるかと思ったけど、親切な人が。え、いえ、私そんな立派なことしてないです。それに私の力じゃきっと傷もほとんど治ってないし。え、そんなことないよ。ほら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 。いや、今のはちょっと張り切りすぎて。いいんです。え、私の歌はダメだっていつも言われてるし。そうだ、自己紹介忘れてた。俺、ライナー・バルセルト。ライナーでいいよ。私はオリカ。オリカ・ネストミール。いい名前だね。え？ああ。しかし、ここはやっぱりホルスの翼かな。ずいぶん下まで落ちてきたみたいだけど。ええ。はあ、早く上に戻らないと。やっぱダメか。え、もう帰ります。みんなが心配してると思う。ちょっと、飛空艇を直せるエンジニアを知らないかな。この辺りにはいません。蛍横丁なら。大丈夫？なんでいきなり殴られなきゃいけないんだ？あ？うわ、俺の飛空艇めちゃくちゃじゃないか。たく、今日はついてないよな。二度も墜落するなんて。あ？建物の破片で足を怪我したのか？ライナー、これでよしっと。うん、よしよし、よかったな。ああ行っちゃった。あれくらいの傷、何もしなくても治るのに。うん、まあそうなんだけど、気持ちの問題かな。なんかああやると早く治る気がして。あれ、オリカも怪我したの？私はいいよ。私は。あ、そっか、オリカはレーバテールだったんだ。ごめんごめん。そっかそっか、レーバテールか。飛空艇どうするんですか？ああ、ここにエンジニアを連れてきて見てもらうしかないかな。でもここがどこかわからないし、出入り口っぽいのもないですよ。あ、え、上から落ちてきたんだから上に登ればいいんじゃないかな。はあ、こんな高くて長いはしご、私には登れません。大丈夫、疲れたら俺が肩車してあげるから。結構です。さてっと、早く蛍横丁に行かないと。塔の上層部に戻るにはあの飛空艇の出力がないと無理なんだし。あ、でも
まずはオリカを元いた場所に送らないとね。え？私は別にいいです。後でどうかしたの？戻っても何もいいことはないし。そうならいいけど。ここって蛍横丁？え？ここが蛍横丁？おそらく。ずいぶん賑やかな町だな。へえ、これが蛍横丁か。うん、ここなら引く手を直せるエンジニアが必ずいるよ。ありがとう、オリカ。よし、行こう。あ、行くってどこへ？あ、ごめん、俺この町初めてだったんだ。町の人に聞いてみましょう。このメモによると、ここが蛍横丁で一番のエンジニアのお店です。とても個性的な建物だね。じゃあ行きましょう。はあ、ブラストラインまで？あ、無理無理、そんなところはダメだ。だいたいブラストラインはエネルギーの塊で、とてもとても。ブラストラインまで行きたい？そんな高いところまで飛べる飛空艇なんてないよ。ダメだね、あの高さまで行くとヒューズが切れるし、真空管も破裂するし。そうですか、次のエンジニアを当たってみようか。蛍横丁のエンジニアはこれで全部みたいです。落ちるのは簡単だけど、上がるのは難しいもんだな。もう諦めた方がいいかも。どうしようもないことだってあるし。ま、あれ？これ、ライナーの。あ、そこ踏まないでね。君は？僕はクルシェ、ここのオーナーさ。ご用件は？用件って、これ俺の飛空艇じゃないか。なんでここにあるんだよ。あんた何言ってんの？拾ったんだよ。何？ここまで持ってくるの大変だったんだから。しかもあっちこっち壊れてるし、修理に100万リーフはかかったね。100万リーフって、これは俺の飛空艇だ。じゃあ、あんたのだって証拠でもあるの？じゃあ君のものっていう証拠はあるのか？ふんふん、あるよ。あれを見てみな。なんてこと。それは分かったの？名前書いてある以上僕のものだよ。ま、どうしても乗りたいって言うんなら100万リーフで手を打つよ。もちろん一切値引きなし。100万？そんな大金。あ、嫌ならいいよ。僕も魔物に会いたいわけじゃないしさ。じゃ、そういうことで。魔物？ん？知らないんだ、ここらに空飛ぶ怪物が出るって。本当は高く飛ぶのは何百万リーフ積まれたってお断りなんだけど、魔物に食われたくないからね。よかったの？あんなに簡単に引き下がって。あんな子供相手に喧嘩ってわけにはいかないだろ。それに魔物の話も気になるし、きっとここの人たちも困ってるだろうし、できれば助けてあげたいな。どうして？え？どうしてライナーはそんなことを考えられるの？どうしてって。私はできない。ライナーみたいに塔の上から落ちて飛空艇は取られて、それで100万リーフ持ってこいって言われて、ライナーこそ助けが必要なのに、みんなを助けたいだなんて。私だったら自分が苦しい時自分のことしか考えないのに、どうしてライナーはそんなに頑張れるの？別に頑張ってるつもりはないんだけど、憧れてる人がいるんだ。その人はいつもみんなの幸せのために一生懸命で、俺はその人を助けたい。そしてみんなを助けたい。頑張るとかじゃなくて
自分がそうしたいからしてるだけ。やりたいことを思った通りにやってるだけで。でもいつもがむしゃらに突っ走って失敗ばっかりなんだけど、今回みたいに自分のやりたいこと、自分の思いないな。いろいろ助けてくれてありがとう。君は早く逃げて。え？ライナー！あいつを人のいないところに誘導しないと街がめちゃくちゃになってしまう。100万リーフ持ってきたの？違うけど、急いで飛ばしてくれ。は？とにかく早く。ああもう、これ100万リーフじゃ全然足りないからね。ごめん、他に思いつかなくてさ。危なかった。え？檻か、どうしてこっちに。逃げろって。だってライナーは。とにかくなるべく奴を町から引き離してくれ。言われなくてもそんなことぐらい分かってるって。こいつのスピードでも引き離せないなんて。こうなったらもうブラストラインへ突っ込むか。ブラストライン？そんなことしたら飛行艇が。大丈夫だって、僕が直したんだから。でも本当に考えてる暇なんかない。行くよ。ラストラインまであと9秒。で、あの魔物は。生身でブラストラインを。戦うしかないのか。ライナー、あんなのとどう戦うっていうの？とにかくやってみる。ライナすると早く治る気がして。気持ちの問題かな。助けなきゃ、今度こそきっと。何やってんだ。
死んでしまうぞ。私はレイバテイルです。ライナーに私の思いを伝えに行きます。おい、ちょっと。さすがに無理か。歌？オリカ？オリカか？怪我が治ってる。これはハーモニクス。オリカ、君の心受け取ったよ。私を助けに来てくれたものならいいんだけど、そしてそれがライナーならもっと嬉しいんだけど。